シンガーソングギターってやつ。何シンガーソングギター、これミュージシャンの間では全然関係ない。何だっけシンガーソングギター。最近発売されたツアーらしくて。え、何それ、全然知らない。アンプにつなげられるし、うん、つなげなくても共鳴する、共鳴を持って。なんだそれね。およそ700メートル先、左方向です。なんだっけな、なんだっけな。携帯で出てこない。去年の暮れ発売。今日一応あれで、あのサーさんのギターも積んであるからね。今日4本だよ、4本。およそ300メートル先、松葉通り入り口、左方向です。その先、右方向です。シンガーだよね、シンガー。え、スペル？シンガー。SIGR。SIN？ いや、違う。カタカナでシンガーだよ、ね。シンガー。シンガーソング。ギター。名前がいいじゃん。それ使う、ステージで使えないんじゃないのそれ。いや、なんかそれらしきデザインなの。ステージで使えないと意味ないよ。エレキみたいな感じのギター。見た目は。まもなく松葉通り入り口、左方向です。その先、右方向です。ヒットしない。なんでヒットしないのこれ。それあれじゃないの、一般ピンに相手にされてない系なんじゃない。あ、やばい。一般の人のためのまもなく左方向です。その先、左方向です。落とされた日にはたまんないよね。出てない。左です。オール。え、どう？何がオール？いや、女の人が今足こけた。ちょっと いてくれる人なんだ。
で慶応の駅舎作ってる人でガラス駅舎の作んの今改造中じゃん。これ上行っちゃうからさ、交換になっちゃうから。線路が上行くの？そうそうそう、下行くんじゃなくて上行くの。上行くってどういうイメージなんだ。だから8枚まで左です。はいはい、8枚も上じゃん。暑い、なんかエアコン入れようか。え、いらないいらない、今日寒いよ。あ、そう、俺だけ暑い。長袖着てきた。ほらほら、一切空調使ってないけど、自然の空気で生活してる。寝てるとすぐ分かる。今日は暑い、今日は寒いとか。なるほど。なるほどってことじゃないです。なんか道混んでるっぽいんだよね。さっきさ、あのナビセットしたら1時間半かかるって言うと、あれ、あ、今日あれなんだよ。何？休日1000円最初。え、あ、そうなの？うん、高速渋滞してるって。あ、そうなんだ。あれ、だからみんな出かけてるってこと？変な話だけどさ、というニュースでやってた。へえ、それでか。分けなきゃいいね。皆さん降るんだろうこれ。あれ、傘持ってきた。およそ300メートル先、ロカ公園駅前左方向です。その先右方向です。お約束のメールが来たよ。お約束の何だろう。ボールさん、まもなくロカ公園駅前左方向です。その先右方向です。赤いキツネをお湯注入してもらってください。飲み物はいらないよね。飲み物はいいかな。パンだってよ。パン？パン？うん、パンよりおにぎりもいい。ああ、パンでいいよ。パンてか俺いつも生きがい食えねえんだよ。右です。これ透明行こうとしてる。およそ 3km 先、斜め左方向です。昼まで着くでしょう。失敗だな。歌ったじゃん。え、どうで。おとつい歌ったじゃん。一曲か二曲しか歌った。え、そんなもんないよ。結構やって。え？やってないじゃん。
ギターの、もっぱらギターの練習だけだったじゃん。確かにそれも時間が長かった。多分もうできないよ俺。さあ、その携帯ハイザー持ってる？持ってない。持ってない。ガラセマ出ましたって聞いてるぐらいだから。え、もう近づいてんの？まだ伝えてないの？伝えてないよ。